ウクライナへの侵攻をきっかけとして始まった、ロシアへの経済制裁、貿易規制の影響により、なんと今は砂糖すら買えない状況にあるという、2チャンネルやニュース、SNS などの情報をもとにその実態を紹介したいと思う。ロシア人、あかん。経済制裁のせいで砂糖が買えない。せや、ロシア人、塩食ったろ。砂糖売り切れ。塩で代用。代用とは、ガチで草。これ棚の中で開けてるんか？怖いな。ちょっと漏れてる袋があるのがロシアっぽい。海外だと砂糖塩は漏れてるのがデフォや。これマジ？そんなわけないやろ。今ならロシア200倍くらいの値段で砂糖売れるやろか。ここで貼られたのは、ツイッターにアップされていた動画だった。そこには、砂糖らしき商品を店員がフロアへ持って行った途端、ワゴンにわっと群がる民衆たちが映っていた。せいぜい2倍やろ。ロシア人、支払いはルーブルでいいよね。中国がもうやってる。ウォッカ飲めば味わからんていき。まあパッと見はどっちも白い粉やからな。塩干しときゃ砂糖になるってマカロニほうれん草で言ってた。代用できてるか？ぬからな。食料自給率 100% 超えてるから楽勝や。あかん農作物の種が入ってこん。これアホすぎない？ロシア人って砂糖侵攻すごいらしいな。砂糖のおかげで飢饉生き延びたって伝説あるから。まあ塩味にしても食える食べ物はあるからな。日本でも塩まんじゅうとか。国土ほぼ全土が寒帯だから砂糖キビ含む熱帯植物が自給できないんやろ。かわいそうに。天才って知らない？ビート作ればええんや。色は一緒だしええか。砂糖に殺到。激寒。プーチンが悪いだけで美味しい砂糖を失われたロシアかわいそうすぎるんだ。ぶっちゃけ同じくらい極限なら。他国でもこういうことする人出るとは思う。保存のためって話だろ。現代日本人はこの辺の感覚。出るからな。まともに考えたことあるやつ国民の1割もいないんじゃないかもう。今は冷凍庫あるんやから保存法なんて考える必要ないやろ。停電したら？冷凍庫に入る分なんて知れたもんだろ。ソ連崩壊後なんて数年単位で物資欠乏してたんだから。今のうちに家にある瓶に全部漬物漬けとくのが正解だし。ロシア人は過去の経験からそう思ってる。チョコレート溶かして使えばええやろ。ロスケのアルコールへの執着は異常。アルコール制裁したら勝手に絶滅するんちゃうか？こいつら。ロシアと酒は切っても切り離せない密接な関係にある。事情があってどうしても酒を入手できなくなったロシア人が、密造酒、代用酒を飲んで亡くなる例も多い。これでケーキも作れる。昔の製鉄所かな？足りないものを販売業者が横流ししてさらに不足する。これなんかどっかで見たことあるな。保存食目的で砂糖使うのなんてごくごく一部やろ。兼用農家が大量にいるから保存用に使う人は多いよ。ロシアは寒いから配給のパンだけ食ってたやつは。で、高カロリーの砂糖とバター買い貯めてたやつが生き残った末に生まれた文化なんや。闇米に手つけずにか。下日本の裁判官みたいな話やな。デモンに山盛りしてボッカグリーよ。ロシアなら砂糖大根取れまくるやろ。まあ情報化時代からいきなり産業革命時代に戻るんやから。何が正解かわからんで。そういや日本も戦後はサッカリン使ってたな。サッカリンとは人工甘味料のことである。発がん性があるとされ、一時期は使用禁止となっていた。現在では発がん性物質リストからは削除されている。もともとは砂糖の輸出大国だよな。何かあると日本人がトイレットペーパー買い占める感覚が近いか。天才も作れそうだし、キューバは経済制裁してないだろうに。砂糖なくなるって経済制裁すごいな。口に入れられたら何でもええんやろ。地方同士で奪い合い始まるって誰か予測してたわ。地方の役人が流通の途中でせき止めて独占するんやな。それでも受けたやつが政治家として大成するからな。バレたらプーちゃんに、されそう。ロシアは統計上は砂糖の輸出国だったのにこの手いたらく。ロシアってソ連時代からダーチャって言って、貧乏人でも別荘が国から支給されてて、そこで家庭菜園してるんやろ。割と持ちこたえるんちゃうの。ロシアの全世帯の約8割が菜園を有している。種さえあれば自給自足も可能かもしれないが、この状況では種の入手も厳しそうだ。やっぱり砂糖ってど、無駄は。天才糖作れよはかどるぞ。天才の種が輸入依存だったりする。日本も輸入してる種多いから笑えんな。採取って栽培地とはかけ離れた場所でやるのが鉄則なんだよ。雑種化しないように昔は離島でやってたんだけど離島の人口減って。引き受けてくれる農家さんがいなくなっちゃった。砂糖なんてこんなに何に使うんだ。酒でも作るんだろ。それな、密造酒作る材料がなくなると不凍液やメチル飲み始める。それもなくなるとマジックインキ吸ったりヘアトニック飲んだりする結構最近までそれで。ぬロシア人多かった。やっと本物のウォッカ飲めるようになったのに。また元の暮らしへ戻っていくんだな。これだな。こちらは YouTube の動画だった。
とにかく、そこかしこで飲んでいるロシアの人々が映っている。国民損ある中華よ。飲まないと寒さで、ぬからな。冬場マイナス20度はさすがに。飲んでも寒いもんは寒いだろ。でもロシア在住の日本人は普段の生活とあまり変わらないって言ってたよ。経済制裁はそれほど効いてなさそう。制裁の被害が来るのはこれからやぞ。デフォルトしたりした後や。ロシアに住んでる YouTuber の人の見たけど、食料買いだめしてたし、現金を資産に変えておこうと、マンションとか車買ってたぞ。そもそもそんな金をさっと出せない人たちはそりゃそのままだろう。Mac や iPhone も数倍になってる。今後はもっと高くなるだろ。そもそもインスタや YouTube 止められた時点で配信すらできない。ゲーム配信者も終わり、インスタグラーも終わり。まあまだ改善して1ヶ月だろ。経済制裁が国民生活に来るのはこれからよ。国外脱出する人も、普通にいるんだろうな。すでに富裕層が出ていってるというのは見かけるが、そうでない中間層が出ていく時が本番なのかもね。ロシアの若者が嫁と子供連れて他国に移住ってのは増えてるらしい。若者が国を出ていって老人だけ国に残るって最悪のパターンだ。西側発の情報も鵜呑みにはできない。戦争ってのはそんなもの。双方がプロパガンダ合戦だからね。確かに、その通り。気をつけないとね。ただ確実なのは日本も含め経済制裁は戦争が終わっても解除されることはないってことだろうね。韓国以下の GDP がさらにヤバくなる日が来るとは、彼ら自身も想定してなかったんじゃないだろうか。鵜呑みも何も撤退した企業が戻るまでは買えないのは事実だが、日本で例えるなら焼肉のタレ争奪戦だな。マジで焼肉のタレは多く常備しといた方がいい。必要なもんが摂取できる。昔、六甲山で遭難した男性が焼肉のタレを舐めることで3週間ほど生き延びた、という話があったが、実際には疑似的な冬眠状態になることで生存していたそうなので、あまり鵜呑みにしない方がいいだろう。ロシア農業を支えてるのは欧米企業が開発した種なんじゃないの？自分は野菜作ってるけど良い種とそうじゃないのとでは生産性に違いが出る。種子も制裁されると痛いと思う。そうだよ。農機具なんかも故障しだすとやばいだろうな。飢饉の時に砂糖があるかないかで、生き残る確率がだいぶ変わります。砂糖とバターは腐らない上、生理的熱量がとても高い。だから経済危機が起こるたびに砂糖買い占め発生。なるほどね。え？バターって腐らないのか？家にあるバターの賞味期限見てみるといいよ。酸化するな。過酸化脂質は体に非常に毒だが多分気にしないんでは。まあロシアは1年の半分は冬で天然の冷凍庫状態なので、冬は何でも冷凍状態だしな。凍らないよう冷蔵庫に入れると聞いたわ。この連追、長いけど面白い。経済制裁はいかにロシアを、つか？米国ウィルソンセンターのフェロー、カミル・ガリーブ氏が書かれた論考記事です。経済制裁によってロシアがどのように崩壊していくか、具体的かつ明瞭な論旨で考察されています。まとめ、ロシアが軍事的に勝利するのは絶望的。今のプーチンを作った責任者は最近逃げたチュバイス。ロシアは輸入に頼りすぎた。部品も技術もない。武器も製品作れない。地方自治体が地元優先で行動する結果、経済的分離主義に陥り国内が分断されていく。こちらは全部で60ツイートほどあったので、全部は紹介しきれないが、かなり事細かに解説してくれており、読み物としても充実している。興味のある方は元ツイを追ってみてもいいかもしれない。これは今さっき見た。勉強になるし、逃げた側近のやつがだいぶ悪いっぽいな。後々世界中で指名手配なって捕まるんちゃうか？さらにこれ見てもロシアに経済制裁効かないとか言ってるアホいて笑うわ。どこまで事実かはともかく面白かった。こういうまとめいいね。日本も笑えないんだが技術軽視内需開拓の軽視で、原油を売って輸入で賄う範囲が増えたんだよな。ソ連崩壊直後の積貧生活は解消されたが、西寄りの経済ルートによって豊かになったそのルートが断たれる。生産機械も輸入、精密機械も輸入で基幹産業が機能しなくなる。撤退した航空会社の飛行機パクったが、修理できない新しい部類の機械類も修理できない。農作物も不安があると自分のところからよそへ回さなくなる。広大な地域で流通がなくなり各地域の小さい規模で自立を図る。若者は今時の生活が取り上げられて、いきなり農道をやらなきゃいけないし高齢化の問題もある。内部から断絶していくことで崩壊の危機を勝手に迎える。ロシアだけに限らないけど現代はどこも輸出入が途絶えるというのには非常に脆い。日本人で言うとなんやろ。特に砂糖はなしでも暮らせるけどな。米、味噌、ジャバ、昆布、くらいあれば。マヨネーズは腐らないのは知ってたけどバターもかよ。次はマヨネーズか？ゴールデンカムイで果実の塩漬けは見た。ロシアの若者は辛いよね。これもうわかんねえな。
経済制裁により輸入を制限されたロシアは、一見するとかなり苦しい状況に見える。次に見てもらいたいのは、実際の彼らの生活の様子だ。とあるテレビ番組で取り上げられたそうだが、果たして？画像。ロシアの家庭、経済制裁で生活がギリギリすぎてやばい。10年前のパソコンです。夫婦の収入、約142,500円。ロシアはギリギリの生活レベル。俺も今10年前のパソコンを使っているけどね。ルーブル急落で物価が高騰。中国製の日本のおむつが2000ルーブルに。3000円くらいかな。夫婦で14万だからやばいな。世帯収入14万。日本の夫婦の場合、平均収入は68万前後とされている。中央値は約36万円と少し下がるが、それでもここで取り上げられた夫婦を上回っている。ロシアで家にトイレないのは辛いな。こんな貧しくても結婚してるというのにお前らと来たら。逆や。二人で暮らさないとお金が足りない。日本も同じ。手取り14万はよほどじゃないとないやろ。共働きで14万やから。養育費だっか。年収と物価はいくらなんよ。これは、ロシアで売られていたおむつだ。ジャパンクオリティと記載しているが中国製の上、価格は相場の2倍なのだとか。一連の経済制裁でロシアルーブルが日本円で1円切りました。これを見てざまあロシアとか、ハイパーインフレでプーチン失脚とか書いてる人がいますけど、経済音痴すぎます。これは、ロシアではハイパーインフレーションは起きないという主張が書かれたツイートだ。要約すると、ロシアは自給自足ができている国であるし、それどころか希少原料の生産、輸出を担う一角だ。そのため、経済制裁しようとも実際に困るのは諸外国の方だという。以下、3列ほど住民の意見が続く。外国と取引してた企業たちは倒産しまくって不況になって、経済回らず物価高騰するって流れになると思うんだが。まあ2022年にもなって畑耕して飯食って寝るだけの生活でもいいならそれでもいいんじゃね。エクソンとかエネルギー関連の投資が一斉に引き上げてるけど耐えられるんかね。いや、うちも家電は壊れるまで使うからほぼほぼ10年選手なんですが。わら。ロシアってでかいくせになんでそんな貧乏なん。資源も豊富やし。夫婦で145K が日本と変わらんって。お前らの中で夫婦年収どうなってんねん。10年前の PC は別にええやろ。ストレージと DRAM 交換数合いまでも十分戦えるで。Windows 10ならば15年ぐらい前のパソコンでも十分にできるね。家電って壊れない限り買い替えなくね。ロシアじゃ10年以内に壊れるのがデフォなのかね。ラジオはソニーや、誇らしいな。中国製の家具や家電とかなんやろ。中国製は10年も持たんわ。パソコンなら10年前のフルスペックが時代遅れの化石みたいなことがあるやろ。これで経済制裁とかしたらもう国が終わるな。これで日本と同じわくさ。まあラジオって壊れんよな。まあ1ルーブルイコール1円やし、実体経済は日本も変わらんわな。ドブラックで貯金ゼロ世帯も多い。これ見てたけど1ルーブルイコール 1.5 円換算やったぜ。今のレートなら10万円や。手取りがいきなり10万になるようなもんやな。生活成り立たないレベルに一気に叩き落とされるロシア人を襲うや。使えるなら何年前のでもいいだろ。ロシアの平均年収120万ぐらいやけど購買力低下で言えば6位ぐらいやからな。フランスやイギリスより上でもある。物価低いんでなんとも言えん。どの程度安いかによるが日本での20万の生活水準くらいか。日本人ってお前らそんな給料で働いてんのか。働いてる時点ですごいよな。この番組見てたけど旦那さんは飛行機整備士で手取り9万くらいあったやろ。奥さんは育休中で3、4万やったと思う。飛行機整備士でこれってロシア相場でも安すぎへん。日本でも8級なんやろか。日本やったら世帯年収600万はある家庭やろ。こんだけ貧しけりゃ戦争支持してもおかしくない。飛行機整備士の平均年収は、30代で約し、500万程度とのこと。この数字を聞いた上で夫婦の手取りが14万と聞くと、やはり首をかしげざるを得ない。ロシアって高段なら無料だし暖房費もかからなくて。物価も安いから逆に日本よりいいかもしれん。酒にいくら使うの？日本の場合保険があるからええけどロシアはないんちゃう。同じ手取りでも福祉の手厚さは日本の圧勝やろ。共働きデフォの共産権でこれはやばいやろ。いやすまん一人当たりの購買力低下はむっちゃ低いわロシア。家具って壊れてから買い替えるからそんな感じやわ。テレビとかも10年世帯した違いなくね。あとリサイクルうんたらで捨てるの大変だから気軽には買わんわ。洗濯機、レンジ、炊飯器、冷蔵庫は9年くらい使ってるわ。一人暮らしやから使う頻度は一般家庭と比べたら低いだろうが。ロシアは平均月収7万やけどモスクワやとバイはあるんやっけ。食品とか安いからええやろ。今はめちゃくちゃだろうけど。GDP 韓国10位。GDP ロシア11位。ロシアが大したことないのか韓国がすごいのか。両方やな。いくら寒いからって使い物になる土地はロシアの方が多いやろうし。
資源なしで世界的企業を作った兄さんはすごいよ。ロシアはたまに経済崩壊を起こしちゃうおっちょこちょいさんなんや。30年で3度目なんや。洗濯機はインバーターって書いてあるのに変えたらえらい静かで買ってよかったと思った。回収費込みで8万くらいで買えたし。わかってない人が多いから教えてあげるけど、主婦の仕事は年収に換算すると1000万円超えるよ。世帯年収で言えば妻が夫を養ってるようなものだね。おっそうだな。ドラム式洗濯機、ロボット掃除機、食洗機、ウーバーイーツ、ハウスキーパーで水回り掃除。これで1年に1000万もかかるか？なら主婦やるわ。10年前のパソコンとかサンデーおじさんはまだ使ってるやろ。昭和レトロ感想像して開いたら最新機器で草。飛行機整備士9万ってマジかよ。東ドイツとかソ連崩壊のきっかけって、東西であまりにも経済格差が広がりすぎて、民衆が上運ってなったのが原動力だったの。プーチンは忘れてるんかな？だから中国はどんなに強権政治でも経済はないがしろにしないんやん。人民にはいらは西側民より豊かなんやと思わせてる。最近ないがしろにし始めたぞ。家電は別に10年前のでも使えればいいけど PC はきついな。最新ゲームでもしなきゃ10年前の PC で余裕やろ。1ドル100ルーブルとかほんまにヤバい通貨よな。つかロシアさんはこれで週5で働いてるんやろ。あくまで知的好奇心による質問なんやけど、ウラジオストクやモスクワに風点ってある？おっさんのブログを探せ。レポートが載ってる女の人美人だったぞ。平均月収5万ルーブルとかだよな。ワイは電気シェーバー10年使ってたわ。さすがに電池もタンクなって買い替えた。20年以上前に買った勉強机使っとるが。ルーブルが1円切ったとか言ってるけど、日本円って全世界から経済制裁受けてる国の通貨と価値変わらんって草生えるわ。終わりすぎやろこの国。流通量はルーブルのが全然少ないんじゃないかな。ロシアの月収5万ルーブルとかだと思うし。ちなみに、家電の寿命はだいたい10年以下であることが多い。修理する際にも、パーツが生産中止になっていれば対応できない場合もある。それでも経済的に買い替えられない環境というのは、不安もあるだろうと筆者は思う。つっても俺も冷蔵庫とか15年前一人暮らし始めた時の今も使ってるけど。めっちゃいい家住んでてくさ。日本で手取り14万とかマジで泣けるレベルの賃貸しか住めんで。日本と物価同じって言ってて草生えた。この子ロシア基準やとクソ金持ちなんやな。この画像のロシア人女性は、初音ミクのコスプレでテレビ出演したことで話題になった。2023年、本格的に日本へ移住したそうだ。現在は YouTube などで動画を投稿するなどして活躍している。暖房ガンガン効かせてるだろうに光熱費安いよな。そりゃ GDP はマレーシアと同じくらいだし。なのに軍事費全振り。日本では売れなくなったような中古車が輸出されてうじゃうじゃ走ってるんだよな、ロシアは。そうだね、SDS やね。このニュースで一番びっくりしたのは、中国製おむつを日本製って消費者が勘違いするような名前や、見た目にしてロシアで売られてて草生えたわ。販売メーカーはロシアか中国かはわからんけどようやるわ。これまで、ロシアの困窮度合いについて語るスレッドを見てきたが、一部の人々の見解によれば、実はそこまでダメージはないのだという説もあった。それに対する2チャンネル住民の意見を最後に紹介していきたい。ロシア国民、経済制裁、余裕っす。俺ら慣れてるもんで。わかってはいたけどことにロシアに対しては経済制裁って大して効果ないんだよな。ソ連時代の人間には効かないらしいな。ソ連崩壊後の物資不足を二度と経験したくないから、プーチン支持してるんちゃうんかい。現状都市部でも大して生活に苦労してないらしい。まあ、政府が無理やりルーブルの価値を支えてるおかげだろうけど。いや、今はそうだけどあいつらレガシー半導体のストックが足りなくなると、まともに自給生産できなくなること理解できてなくね？砂糖はすでに枯渇してるってよ。輸送と在庫とパニック買いの影響でしかないでしょ。ただまあそのうちそういうのがちょいちょい起こる。パニックになるほど情報入ってねえぞ。買ってる解放してる正義は我にありってさ。ってロシアの政府が言ってるだけでモスクワのまともな知性持ってる層は何が起こってるかくらい知ってる。政府に無理やり口を塞がれてるからそれが見えないだけ。地味にロシアの国鉄はデフォルトしてるがな。降車債が出せなくなった。エネルギー依存してるからもう普通に経済活動再開してる国とか結構あるからな。まだ本格的な制裁は始まったばかりだしな。効果が出てくるのはこれからよ。慣れてるのは1940、70年代生まれくらいだろ。配給のために数時間並ぶ生活なんかに戻れるのかな。長引けば、効いてくるという話。昨日今日の経済制裁の効果が、プーチンを支持するロシア内のローカルなエリアのジジババの食料の値段にまで波及されるのはある程度時間はかかるよ。効いてくるのはここからだけど、もうその前にマウリポリが陥落してウクライナも停戦協定結ぶと言われている。マリウポリが陥落したらウクライナ人がいなくなるわけだから。
簡単にウクライナ側が空爆なりなんなりできるよ。もうその段階超えてね。今のマリウポリは民間人がいることになってるからウクライナ側も本気で攻められない。陥落宣言したらウクライナ人がいないことになるから、いくらでも残酷な攻め方ができる。なんなら生物兵器使ってもいいんじゃないかな。エネルギーはあるし、食い物はみんな畑持ってるからな。兵糧攻めが効かない。むしろ我々がセルフ制裁状態。慣れてることと平気なことはイコールじゃないぞ。ならもっと制裁しても問題ないな。2035年までマクド食えないんだってな。冷戦レベルに長期化するからこれからだろ。でも渡航先での差別化は末代まで続くよ。悪魔の末裔として。そりゃせいぜい1ヶ月で干からびる国なんかないだろ。戦時日本ですら補給線ガンガン沈められた上で数年は持ったんだぞ。ロシアが西側と戦い続けるしかないことは国民もわかってるだろ。プーチンが沼で戦い続けるしかないな。資源買ってる国が意外と多いから。戦争前の契約が今月とか来月あたりまでは続いてるから、そりゃ履行はするでしょ。ロシアみたいに一旦交わした約束を反故に走らないよ世界は。言っても常任理事国ですからね。原価高騰でスーパーの商品が値上げしまくってるから日本も苦しめられててわろた。素材、部品、製造機械の根本はドイツ、日本が握ってるから、実質メンテ、補修補給ができなくなって時代が逆流するまで1年は持つと見た方がいいかもな。それまでに日本か台湾に中ロが攻めるかしないと厳しい。イスラエル経由で金融制裁から逃れまくりの富裕層ばっかってマジ？だとしたら意味ないやん。アブラヒモビッチが使用人の給与支払いのため200万 USD の借金を申し込んだそうな。運転手の給与支払えず、自分で運転する羽目になってる富裕層も続出なんだと。資源あって国土広くて独裁制で東側の強国だで。経済制裁する側もかなり苦しいわな。その資源も半導体がなくなるからろくに掘れなくなるけどな。中国から買えるだろうさ。米中しか作ってないようなもんだし。中国から買えるような半導体のみで産業を成立させるのは難しくないか。台湾製のものを横流しするならまだしも、それはアメリカが中国に文句言うと思う。ロシア人の大多数って基本的に貧しいんだよ。小麦と砂糖とガソリンとビールが買えてテレビが見れるなら文句は言わない。制裁が問題になるのは都市部の知識層なんだが、彼らは少数派だ。ロシアの貧富の差は日本人が想像する20倍は違うものだと思っていい。田舎に行けばゴールデンカムイと変わらない暮らしを送っているわ。しかも知識人はプーチン支持というね。わからなくもないけどさ。今はまだ在庫とか中国の輸入でなんとかなってるけど、半年も経てば値上げるんでない？他のロシアに依存してた国も PP 言いそうだけど。スロバキアとかポーランドとかジョージアが勘違いして本気で支援し始めてるけど、欧米先進国はウクライナなんか助ける気も疎うない。ロシアがブチギレない程度にアピール制裁してるだけ。さっさと東部制圧して作戦成功宣言してくんねえかなって思ってる。あ、フィンランドとバルト三国も本気で支援し始めてるんでよろしく。アメリカで可決しそうなレンドリース法を見るにアメリカも本気になった気がする。レンドリース法。別名、武器貸与法という、2023年9月末までの間、アメリカからウクライナへ軍事物資を貸与することを可能とした法律だ。また、手続きもかなり簡略化されているのだという。というか兵士送る以外なら何でもするよって感じになってきてるよね。ロシアには理解できないけど、もう西側での正義とは人権保護とイコールなんだよね。飯と油に困らない北朝鮮だと思えばなんてことないな。ただのソ連。踏み倒した方が勝ち。踏み倒されないよう金貸しが頼み込むなんて笑えないジョークがある。本社凍結した資産全部没収して賠償に充てるね。それでも元が取れなかったりしたら、ちゃんと商売してくれって頼み込むロシアの場合はどうなるかしらん。海外凍結資産全部没収して国内準備外貨高使い切ったら、ロシアルーブルなんて子供銀行券にしかならなくなるだろ。そしたら何をするにもガスと小麦の現物払いでしか交渉できなくなるのでロシアの負け。以前資源は外貨で取引してるから外貨が尽きるなんてことはないな。これ潰さない限りなんとでもなる。資本主義やと相手が悪だろうと安く仕入れることが自分の利益になるからな。一時は叩かれても有料資源持ってる国は最終的には無視されない。ロシアが崩壊したらガスも小麦も安くなるだろ。国連の制裁決議で参戦したのは半分ちょっとだからな。半分の国はロシアと取引問題ないからなんとかしのげそうなんよね。国の頭数はな。だが国際的に影響力のある国の大多数は反ロシアに回っている。注意。マクドナルド食えないって言うけど、別にマクドナルドなかったら他のバーガー屋に行くだけの話だろ。日本ですらマクドナルドよりうまいバーガー屋なんていくらでもあるだろ。バカじゃねえのマジで。マクドナルドはアメリカ経済の象徴だからな。そういう意味でのニュースだ。ただ食い物屋の話をしたわけじゃない。マクドナルドの跡地で
新しいハンバーガー屋がオープンしてるらしいね。プーチンの着てたダウンがロシア人の年収の何倍とか言われててわろた。えらい貧乏国家だったんだな。ウクライナへの侵攻が始まったのは、2022年の2月。すでに丸1年以上経過している。これからも続くであろう経済制裁によって、ロシアの動きは変わるのだろうか。それとも。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆様は、ロシアに対する経済制裁は効果があると思いますか？ないと思いますか？ご意見ご感想などのコメントをお願いします。また、チャンネル登録と高評価をしていただけると嬉しいです。